あ、そうなんですか。だからそんなね、神経質になってないですよね。弁護士とかが、ああ、そういう、ちゃんとそういう気質がないと。素人には多分開示しないんで。あれ、GTR ノーマルでしたよね、それもね。前ノーマルでした。またなんか高いの、高いの入れてるじゃないですか。それ、結構安かった。へぇ。なんか同じなんですか。初めて気がついた。これ BBS ですよ、ね、なんか意味あるんですか。1番を取りたくて、から15回ぐらい痛めないで、1000番にしたんですか。あー、やっぱ待つんですね、1000番とかだと。自分の納車が長くなっちゃうので、本当は、別の待てばこれ、待てば、まあ、空いてれば、空いてれば、抽選にあの受かればというか。中期ですか。そんなに待たないといけないですか。エセット、やっぱ厳しいところは、あれ週一、あ、制約、間に合ったんだ。間に合った。どこでも言いちゃいけません。週は一人しかその希望がいなかったけど。GTR 安かったですかこれ？あ、BBS は。いやいや、中古でも高いですよやっぱ。いや、自分この間ほら買ったんですけど、結構高いんで。やばいっすよ。でも似合ってますよね。あんね、派手派手じゃなく純正プラスアルファの大人な感じ、お若いですけどね大人な感じでいいな、じいちゃん。希望ナンバープランっていうのは、ハンコかな。そのナンバー取れるまでは一定金額をやってくれる。久しぶりじゃないですか。お疲れ様です、うん、なんかあれからやったんですか。特にはやる暇がなくて。ああ、忙しいもんね。やりたいこといっぱいあるんですけど。今日は奥様も来たんだ。椅子だったの。これは S です。お疲れ様です。お疲れ様です。あの前と後ろ準備してる。最初これ移植してありました。移植っていう。そうっす。あの元々元々あるんだ、はい、へえ。あ、そこは中止だ。そうです。上原から上原。今日は忘年会があるとか。生意気だよ。もうエアロとかついてる。エアロは買った時につけました。あ、つけたんだ。はい、どこの？アーチシャンスピード。アーチシャンって高いんだよね。アーチシャンだよね、これね。ライトサイドがすげえかっこいいような印象があるんだけど、サイドちょっとあの分厚いです、ね、そうだよね、はい、なんかトムスっぽいんだよね、はい、あれまた、あ、福地さんか。あ、そうそうね。あ、とりあえずそれでやるって。それができたから、それができたから、ね、イオンに行ってきたのかな。もうだって4時ぐらいに大谷いるって言っちゃうんですよ。なんか当たってますね。ずっと。今車落としてる。落としてゲームまとまった。今下がったんですよ。ピシャーって。来週入れるとか。いやって。もう明日だろ。明日。明日。入れたいの60万くらいだろ。入れたいのにお前は。あ、入れたいのに入れたいですね。もうずっと言ってますよ。口で言えばいいんですよ。口で。ね、ピシーって長いですよ。押した気になってれば。そう。かなりあのブレス続かないと。お疲れ様です。ありがとうございます。イオン行ってきたんですよ。オンだ。でオンでもう全員映ってるんだからもう遅いっすよね。早かったっすね。はい。
さすが。もう飯食って、カフェして、帰ろう。カフェして。おしゃ、おされな。米が大好き。え？米が大好き。あ、米だ。あの、あれですか、白のワールですか。食べたい、ソフトクリーム。今度ソフトクリーム美味しいところ教えますよ。あ、あ、例の。神津牧場って言うんですけど。あ、すごい山奥の。行きませんか？いや、行きました。食べてきましたね。うまかったですよ。久しぶりに俺も、何年かぶり。アメちゃんどこ行くの？寄り道です。遠い、遠いっすよ。あの BBS かっこよくないですか？ブラックミラー。あれ、たまたま3号 GTR 設定なんですか？そうですよ。あれ見てから BBS 欲しくなっちゃう。福地さん、本当買っちゃいそうだからな。いや、俺この間だって神奈川で出てましたよ。出てますよね、たまに。21日。いや、もう今20にしようかな。21日めちゃくちゃ高いですよ。80万で出てましたよ。何号ですか？ LM。はい。結構深いもんね。そうですよね。冷静だと入っちゃうもんね。多分 10.5 とか入っちゃうね。10.5、10.5 は全然。じゃあ多分。10パン10パンはだって僕10パン10パンでやれる車にしちゃったんですよ。これスプラ。じゃあ余裕ですよ。じゃあフェンダーも走ってやるんですか？やってますよ。やってる。やってないと走れないですよね。当たっちゃってた。これで。これ飛ばしてる。ケツはやってるなとは思うんですけど、フロントもやってるんですか？ちなみにケツ俺 11J です。え、タイヤいくつ入ってるんですか？275です。あ、それ引っ張ってるんですか？275って引っ張ってるタイヤじゃないですもんね。すげえよ。そうですね。11だとやっぱり気になると思う。そうですよね。11ですか？